とのメリハリがすごすぎる。英語のディベート部があると噂の福井県藤島高校を紹介します。全国高校紹介ツアー第2弾福井編。一つ目に国際教養部がある。この高校、国際教養部たるものがあるんだけど、何もするかって、本物の法廷で英語を使ってバチバチ論争するらしい。もう想像つかんのよ。それがとにかくめちゃくちゃ強いって聞いた。強いってどういうことかわからんけど、俺は多分、I am free with you しか言わんけど大丈夫そう。二つ目に生徒のメリハリがすごい。この高校はめちゃくちゃ賢くて、毎年何十人も東大行くらしいんだけど、とにかく生徒のメリハリがすごかったから聞いて。毎朝朝7時に登校して、学校の自習室で勉強、放課後は部活で熱中、帰宅後すぐに予習復習っていう、もう受験生の大鏡なんよ。見習おうかみんな。うん。三つ目に校則がちょっと厳しい。まずこの高校、靴下が白以外禁止っていうのがあって、まあそれは100歩譲ってギリ許せ。それに加えて、部活時の登校は制服じゃないといけないっていうルールがあるらしいんだけど、想像してみて。部活後も制服で帰るのは嫌やろ。それが許されるのは吹奏楽部だけなんよ。道理が改正されることを祈ってます。